でかいラケット持ってマモン今日はテニスでらっしゃるんだと、そこにいたのはあれ熊本出身のテニスプレーヤー、よろしくお願いします、田島直樹選手。マモン、そんなラケットじゃテニスできないよ。なんと昨年の全仏オープンジュニアの男子ダブルスで優勝、錦織選手以来の快挙を成し遂げた日本テニス界のホープです。まさかくまモン、そんな田島選手と。これ使う？よし、じゃあテニスやろう。まずはテニスの基礎を習わないとね。いや、意外といい線いってんじゃない。いや、おお。と思ったらそうでもないんだよね。上手に打ち返せるでしょうか。おじゃあ、いいラリーじゃん。上手だね、上手上手。あれじゃあ、クマも、クマも本気のサーブ受けてみる。受ける？よし。ちょっと待って。あ、オッケー。クマモン、何取り行ったの？透明な板ね。あ、お、これに打てばいいの？よし、じゃあそれ持ってあっち行ってくんね。大丈夫クマモン。田島選手のサーブってなんと時速200キロ超えなのよ。かなり怖い飛んだね。震えてるし。さあ、逃げずに受け止められるんでしょうか。あっ、ぶっけ、もうちょっかい、見てか。よし、持ってこいか。なんと、クマモンの大事なところを時速200キロのサーブが直撃。クマモン、ごめん。こんな綺麗にここ行くと思った。今日大丈夫でしょうか。よし、じゃあくまモン、サーブの対決しよう。さっきのサーブでくまモン返せるかどうかを対決しよう。 OK OK、 よしよし。時速200キロのサーブを返せるか。勝負は3球。田島選手のサーブがラケットに一瞬でも当たったらくまモンの勝ちです。そうだよね。一本目いくよ。2本目。スカッと。3本目。さあ、どうだ？トップかい。ごめん、もう一回。くまモン、頑張れーと。たんし。くまモン、ラストもう一回。はぁ、田島選手、優しいね。頑張れと。あっち。勝ち。くまモン、まだまだだね。どうした？もう一回？もう一回？もう一回？オッケー。じゃあちょっとおまけしてあげるよ。クマモン、これに当てたら勝ちでいいよ。オッケー。よし。これならね。これで当てられるでしょうか。よし、最後のチャンス。おっと、当たった。当たったよね。うわー、くまモンの勝ちだ。参った。
いい勝負だったね。いい勝負だった。くまモンはいかがだったでしょうか。テニス初めてやったとは思えないぐらいとてもうまかったです。そんな褒めてないよ。そんな褒めてないけどうまかったよ。よし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 。はあ、田島選手ありがとうございました。今後のご活躍をお祈りしてます。